から会えるとか。本日ここに第57次南極地域観測協力を無事完遂して帰国した大和艦長以下176名の隊員秘書官の凛とした勇姿に接し、オーストラリア砕氷船が不運にも座標の浮き目に遭い、乗船中の観測隊員は困窮の中にあったが、シャーセによる的確な輸送支援によって彼らは無事本国に到着していた。今回の献身的な行動は国内のみならず国外からも高く評価されていることをこの場を借りて紹介する。